にポジション上げていくここで誘導員が降りました赤番周回に入ってまず出たのは2番の神山隆之です、5番の小矢田、6番の小山、この北日本ラインに続いていくのが短期9番、朝日健太郎、そして8番の藤本龍也は4番手か5番手に下げました、そして7番手から一気の巻き返しが1番の樋口健人だ、打賞が入って3コーナーから2センター、樋口が上がってくる、合わせて前2番の神山を踏んでいる4コーナーからホームストレッチ、先行体制、神山で残り一周です。 さあ神山隆輝先,先行していきますが第一センターで1番の樋口がまくってしまいました3番の平原2番手7番武藤が3番手東京埼玉勢ができるか後ろから8番の藤本飛んできた3コーナーから2センターこれは高回転で8番藤本先頭に変わりました4番薮田続いている4コーナーまた先頭は藤本番手は薮田8番4番でゴールイン8番の藤本龍也です第一レースの永久一般競争 このレース先行したのは2番の神山でした、それを早めにまくっていきました1番の樋口だったんですがこの後ろから一気に来たのが8番の藤本龍也、4番矢田がぴたりと続いて8番、4番関東別線 1, 2,、別戦のワンツーとなりましたそして3着なんですがどうでしょうか短期9番の朝日健太郎かあるいは人気だった3番の平原啓太か。 8番、4番とゴールした後ろなんですが、あこれは外9番のアサヒが伸び交って、ゴール体制8、4、9の順とお伝えをします。アナムード漂ってまいりました。後ほどの審判からの放送でご確認ください。第一競争でした。 の外から9番の武藤が上がっていって誘導員がおりました。赤番集会に入っています。まずは9番の武藤が先手を取っていますが、すかさず後方から上がってくるのが6番の加賀聡です。2。コーナーからバックストレッチ鏡は4番手のアウトコースインコースには1番の玉木秀則さあ、打賞が入ります。9番の武藤の先行策になりました。3番の沼田2番手4番鈴木が3番手。この城は並走ですが、1番の玉木が4番手を守っていて、さあ、後ろから一気に上がってくるのは8番坂本俊が残り1周です。さあ、坂本が残り1周かましていきました。5番 のナンバーが懸命についていきますがちょっと離れてしまった2コーナーからバックストレッチ逃げる8番の坂本この後ろは4写真ぐらい離れて5番のナンバーが続いている9番の武藤は3番手3コーナーから2センター先頭8番の坂本は1人旅になっている4コーナー回った8番坂本先頭だ2番手に上がった9番の武藤先頭8番坂本ゴールインしてやったり2着は3番の沼田純一郎第2レースの永久一般競争です残り1周思い切りかましました8番の坂本俊哉 難波が離れる勢いでそのまま突っ走りました8番の坂本が先頭でゴール線を通過していますそして大きく離れましたがこの後ろに難関勢が続いて最後は難関の番手3番沼田純一郎が直線で9番武藤をかわしたようですスーパースローに変わりました8番の坂本です続いて 3番沼田、9番武藤の順となって、ゴール順は8番、3番、9番とお伝えします。後ほどの審判からの放送でご確認ください。第2競争でした。 4番手そして上越勢がそれにスイッチ3番の永井泰駅は7番手に下がる格好になりました赤番周回に入っています前後が入れ替わっています中段は変わらず上越勢さあ2番の吉武が後ろを見ながらピッチを上げていくかさあ後方から一気に上がってきたのは3番の長井だ長井が来て打掌で叩いていきましたさあ3番の永井が出ました7番の小室8番の北沢このラインが出た後ろに2番の吉武下が,下がっている残り1周に入ります 3番の永井が先行していく2番の吉武は4番手第1センターから2コーナーにかかっています長井逃げている長井逃げているさあ4番手からまくっている2番の吉武まくっていく吉武これに対して7番の小室をブロックしますが乗り越えて2番の吉武が3番永井に接近する2センターから4コーナー長井か吉武か外から吉武だ地元の吉武吉武直樹さらには5番の高橋悠介最後は吉武か高橋か第3レースの A 級準決勝です 永井が先行する展開になりましたその長をまくっていった2番の吉武しかし最後の直線でぐいぐい伸びてきたのはその吉武の番手5番の高橋でしたさあ吉武か高橋かというゴール戦場スーパースローをご覧ください外が吉武内が高橋2番か5番か あーわずかに2番の吉武大成有利続いて5番の高橋3着の体勢はどうでしょうか外が9番の紀月で1番内にいるのは3番の永井ここは接戦とお伝えしておきます2番5番の後ろは9番3番3番9番の接戦とお伝えします後ほどの審判からの放送でご確認ください第3競争でした 東京埼玉勢後方から上がってくる1番の大石健氏が赤番で前に出ましたさあ大石健氏が仕掛けました5番の田中8番の山城地元三者ができりそうですこの後ろに3番の近藤基親が下がっていく7番の小崎太夫もちょっとこの東京埼玉勢に絡んでいる格好だ打賞が入って3コーナーから2センター先行体制取っていったのは地元の三者大石健氏が逃げて4コーナーからホームストレッチ残りは1周です さあ地元・伊東ホームの大石健志が風を切っていく、車間を切った5番の田中浩二、8番、山城3番手、地元勢が主導権握って2コーナーからバックストレッチ、4番手、3番の近藤元しかまだ動かない、内をすくっては4番の斉藤慎一郎が上がっていった、さあ2センターから4コーナーに向かっていく、先頭は1番の大石健史だ大石健志が逃げている、番手から5番の田中浩二、田中浩二が踏み出した、外からは3番の近藤を迫りますが、5番、の田中浩二です5番地元・神奈美町の田中浩二。 第4レース A 級準決勝大石健氏が風を切ってこの番手から田中浩二が直線伸ばしました外からは3番の近藤元親が懸命に迫ったんですが田中浩二が振り切っていますリプレイからスーパースローに切り替わりました5番,の5番の田中そして3番の近藤の順 3着はどうでしょうか、うちにいるのが一番多い試験士、外には7番小酒太夫ですがうーん、ここは微妙です、ここは微妙、5番、3番とゴールした後ろは1番、7番、7番、1番の接戦とお伝えします。後ほどのの審判からの放送でで着順をご確認ください。第4競争でした。 さあ中断となった難関勢が上がっていって誘導が下りたホームストレッチで前に出ました1番加藤が出ました。 7番、平田4番、松山そして9番、進藤宏之。難関カルテットが出た後ろに3番、内藤貴弘東京コンビが続いているそれから5番の山本圭介、さあ仕掛けていって打掌が入りました前では1番の加藤も踏んでいますが後ろから一気に上がっていった5番の山本圭佑だしかし2番の工藤が離れている残りは1周ですさあ1番の加藤を叩いて5番の山本先行していきますがこれは裸先行になってしまった2番手にはまる形になった1番、加藤健一だ7番の平田が3番手4番、松山4番手この後ろは2番の工藤しで後ろから3番の内藤を仕掛けていきますが 3コーナーから2センターさあ、番手から1番の加藤だ加藤が踏んでいく加藤、踏んでいく加藤先頭に変わった平田が2番手かアウトコースで3番の内藤孝弘直線に向いた先頭1番の加藤健一第5レース A 級準決勝山本圭佑がかましていったんですがこの後ろ、工藤が離れてしまって加藤健一は難なく2番手の位置をにはまる形になりましたそこから踏んでいった加藤が後続を振り切って先頭でゴールしています 1>, 1番の加藤健一、そしてどうでしょう、2着の体勢は加藤の番手、平田なのか、あるいは外から伸びた3番の内藤か、1番、加藤ゴールの後ろはアウトコースから来た3番の内藤のようです。そして7番のの平田の順。 3番の立川は西本の番手5番、富岡のインコースで粘っていくそして後ろから上がっていった6番の相澤竜が前を叩いて2コーナーからバックストレッチ6番、相澤先行体制で打掌が入りますさあ相澤竜が先行するのか内をすくって2番の西本が2番手を狙ってきたさあ相澤の番手が並走となって1番の中村と2番の西本並走している残りは1周です。 さあその番手並走を尻目に6番の相澤龍が飛ばしていく2番手は2番の西本が取り切った3番手、5番の富岡でさあ番手からまくっていくのが2番、西本忠だ。バックストレッチから3コーナーまくって先頭は2番の西本しかし5番の富岡離れている西本の後ろは6番の相澤で2センターから4コーナー先頭は2番の西本忠弘。これを追ってくるのは6番相沢、相澤2番、6番で5人。 先行したのは6番の相澤でしたその番手を奪った6番の西本がバックストレッチまくって出て先頭に変わりました相澤も粘って2番手に続いて2番、6番の順でゴール戦を通過しています。第6レース一般競争です。2番番のの西本、続いて澤。 力同士のワンツーとなりました3着には5番の富岡が入ったでしょうか外から懸命に伸ばした人気の3番立川だったんですがこれは4着の体勢ゴールは2番、6番続いて5番の順となりました審判からの後ほどの放送でご確認ください第6レースでした。 の斎藤智之誘導の後ろで8番の坂本修一がちらちらと振り返ります赤番周回に入りましたまだ8番の坂本は誘導員を使っていく6番の斎藤はじっとここは3番の伊居坂を抑え込んでいますが2コーナーからバックストレッチここで誘導が降りて前で踏み込んでいく8番坂本です打章が入りましたさあ坂本が踏んでいく外から上がろうという6番の斎藤ですがこれは上がれそうで上がれません4コーナーからホームストレッチ8番坂本先行体制残りは1周です 坂本周一が逃げていく後ろから3番の伊井坂伊井坂まくっていきます4番手のアウトコース3番手のアウトコースさあ3番手から6番斎藤も再度発進していきますがここで3番伊井坂先頭に変わった伊井坂の後ろ5番の宮内が離れました2番手追っていくのは7番松尾通るか4コーナー回った先頭3番伊井坂最後は独走で合輪2着7番の松尾第7レース S 級一般競争伊井坂俊一今日はまくる競争となりました バックストレッチで一気にまくって先頭に立って、マークの五番宮内が離れてしまいましたが、独走ゴールを決めています。第七レース S q 一般競争です。三番の伊藩坂俊一、離れてこれを追っていったのは坂本の後ろから7番松尾徹でした。三番七番の順です。 そして3着はどうでしょうか、内にいるのが2番の中村で、外は9番の尾那谷文信、3着接戦模様なんですが、これは内側、2番の中村が大勢有利でしょうか、3番、7番とゴールした後ろは2番、9番、9番、2番の接戦です、後ほどの審判からの放送でご確認ください。第7競争でした 動きはありません4コーナーからホームストレッチチラッと振り返ったのは6番のトマシュバベクさあ誰から動くか残り2周を切りました5番手から2番の永井が上がっていく永井に続いて3番小島5番の三谷さあそれに気づいた6番のトマシュバベクがさあ誘導待機から踏んでいく6番のバベク先行体制だ2番手は1番の早坂修吾そして2番の永井清に上がりかけたんですが下がっていく4コーナーからホームストレッチバベク先行残りは1周です さあ6番のトマシュバーベクが前受けから発進していく1番の早坂2番手3番手は4番の星島2コーナーからバックストレッチ縦1列縦1列が崩れません3コーナーから2センターバーベク先頭だバーベク先頭だ追い込んでいく1番の早坂4コーナー回っていくバーベクの後ろから1番の早坂早坂集合並んでいきますがかわせたかどうか逃げたバーベクを追い込んだ1番の早坂 ゴール戦上並んだように見えましたがバベクをかわしているのかどうなのか今日は強い競争を見せましたトバシュバベクそして3着は7番の佐藤智和のようですスーパースローに切り替わりました内がトマシュバベク外が早坂修吾うーんこれは微妙なゴールとなりました6番1番1番6番は接戦

さあ誘導の後ろ1番の岡村淳のところまで7番の友枝が上がっていきますがここで誘導退避岡村淳も踏みますが7番の友枝が出ましたそしてすかさず2番手にいった5番のシェーン・パーキンスインコースには1番の岡村淳さあここが並走となって残り1周に入ります なおやが逃げていく2番手1番の岡村順アウトコースには5番のシェン・パーキンスさあシェン・パーキンスがまくっていく2コーナーからバックストレッチ先頭に立ったシェン・パーキンス6番の戸田が追っているアウトコースは2番の稲毛健太ら2センターから4コーナーシェン・パーキンス先頭追っていくのは6番の戸田洋平だ5番6番体制でゴールイン5番のシェン・パーキンスが見事人気に応えたんですがそのシェン・パーキンスをうまく追ったのは6番の戸田洋平でした 第9レースのエボリューション予選2です外から迫った2番の稲毛健太は最後失速してしまいましたが3着に残っているかどうか5番のシェーン・パーキンス続いて6番の戸田洋平5番6番の順です3着は外側2番の稲毛健太でゴール順5番6番2番 後ほどの審判からの放送でご確認ください第9競争でした3番の中西大がゆっくりと車を上げていきそうださあここで誘導を下りました前を押さえて3番の中西が先手を取りました5番の岸川6番の伊藤近畿中部ラインがきれいにできました後ろから9番の島川雅樹が上がっていってさあ打勝だ 前では3番の中西も思い切り踏んでいく外からそれを叩こうと9番島川出ていくんですがこれに対して5番の岸川がブロックしている残りは1周です3番中西の先行策さあ外から迫ってくる9番の島川第1センターから2コーナー3番中西に並びかけますがバックストレッチが3コーナーさあここで9番の島川が3番中西を捉えました後ろからは4番の松岡義孝すごい勢いでやってきた2センターから4コーナー松岡先頭か4番松岡先頭だ4番松岡義孝 第10レース S 級準決勝後方から一気にまくり追い込んできたのは4番松岡義孝でした4番の松岡そして9番島川の順4番9番とゴールした後ろは 近畿勢の中西なのか岸川なのかスーパースローが出ていますが、うん、3着はどうでしょうわずかに外側5番の岸川が大勢有利かとなって4番の廣田中段に下がるそして短期の8番渡辺が内側から上がって外から9番の津村幸次郎が叩いていきました赤番周回です 9番の津村幸次郎が先手を取りました3番の大坪2番手そして1番鈴木は3番手この後ろ5番の萩原7番大塚一本棒で打損が入りましたさあ2車で飛ばしていく津村幸次郎大坪浩一福岡コンビこの後ろが1番鈴木宏になって残りは1周です 津村次郎の先行作さあ3番手から早めにまくっていく1番の鈴木宏だ5番の萩原続いている7番の大塚明3番手外から8番の渡辺短期の渡辺まくってくるさらにこの後ろから4番廣田敦志3コーナーから2センター廣田が行く廣田が行くその前8番の渡辺幸り4コーナー回った先頭8番渡辺か渡辺幸りかこの後ろから5番の萩原孝幸だ地元の萩原 いいやいやまくり合戦となりました短期の渡辺さらには外から4番の広田直線では渡辺わずかに出たんですがこの後ろから5番の萩原伸び返しました地元の5番萩原隆之ですそして2着はどうでしょうかここが接戦となったようで5番萩原ゴールの後ろは 外から迫った4番広田あ3着が接戦でしょうか7番の大塚なのかあるいは8番渡辺か、うんこの2人は大接戦5番4番とゴールした後ろ3着が7番8番8番7番の接戦とお伝えします後ほどの審判からの放送でご確認ください以上第12レース S q 準決勝の模様でした